ターニングポイント賢者の選択。今回のゲストは水産食品企業グループのマルハニチロホールディングス代表取締役社長釧路利夫さんです。ところで釧路社長、はい、一番お好きな魚介類って何ですか？はい、私サバです。<っ>サバの塩焼きですそうですか。まあ、ちょっと青いのはね、えー、苦手って方も多いですけどそうですか。私はもうサバの塩焼きがもう。 あれですね。美味しいですよね。はい。例えばちょっとおすすめの珍しいお魚なんていうと何ありますかね。あの喉黒っていう魚がございましてですね。喉が黒いあの赤むつカの魚なんですけど。お食べになりましたですか。美味しいです。いやもう大変脂が乗ってですね。大変美味しい魚でしてあの今わりかしですねあのいろんなところで目にするようになりましたけども昔はもう あんまりあ,あ,でのあの魚はもう絶対おすすめですからまあそういうおいしいお魚があってこれ自由に、ね、どれだけでも食べられるんなら食べたいなと思いますけれども一方でその食料自給率っていう先ほどもご指摘ありましたけれども、えー、これはどうしても魚介類も含めて下がっていっている、えーえー、このあたりはどういうふうにお考えなんですかもっともっと日本のです、ね、沿岸沖合漁業ですね、うん もう少しこう強化をですねしていくべきだろうと思います水産資源の世界的争奪戦がですねもう目の前に来ているという状況の中で日本の自給率が先ほど申し上げましたような53%ということになってくるじゃあ海外から思ったように輸入できるかなかなか日本が買い負けで持ってこれないというふうな状況も出てくると思います。やはり国内の 漁業もっともっと充実させていく必要があるだろうと200海里問題が発生しまして漁業戦艦水域の広さからしますと世界の中で日本は6番目の面積を持つわけですねそこにいる魚の有効利用という部分をもっともっと力を入れなければ あの日本人に対するその魚介類の供給が追いつかないという状況になると思いますので、うんうん、だからこうそういうことっていうのはこう民間企業だけでやれることではなくて国っていうものが国家事業として位置づけてこを強化しようということをやらないとなかなか現実的には難しいとこ、ねえーねまあ、こんなことを考えますとです、ねうん、少しまあ官民挙げてです、ねえー、少しやっぱり 日本近海の漁場をいかにですね、えー、育て守っていくかということが大事だろ、えー、うと、ねはい、さてあのこの番組ではゲストの方に未来戦略のキーワードというのも書いて頂い,いているんで、はい、ぜひお願いしたいと思いますけど、えー、挑戦と書かさせていただきました、はい、あの私ども、まあ、マルハモ日ロもですね、うん 100年を超える歴史を持っておりましてその過程の中で,です、ね、いろんな苦難がございまして、はい、そういうものをこういろいろみんなで力を合わせて整理してきたんですけどもそういう状況の中でもですね諸、はい、先輩方はもういろんな事業に手を出してですねいろんな形の挑戦をされて。はいえー 現状維持ではとどまらずです、ね、未来を切り開こうというふうなです、ね、いろんな事業に挑戦された、はい、で私どもマル日ニチロ一緒になりました3年経ちまして、えー、もう統合効果は先ほど申し上げましたように出ましたし、はい、もう統合の完成形はできたと思いますので、うん、今度はまさに新しい第一歩を、ねうん、踏み出す時期だというふうに考えておりましてこれをです、ね、書かさせてもらってマル日ニチログループ全 役職員で挑戦をしていいきたいとやっぱり守りに入ったらダメだということですよね、はい、す苦しい時こそねそ,、はいはい、それではですね、はい、最後にテレビご覧になってます経営者の方、はい、あるいはそのビジネスマの方たくさんいらっしゃるんですけどこの番組はこの方々にちょっとメッセージを一つお願いしたいんですけれ、はいまあ、経営者の方というかですね、はい、あのそういう方にはとてもあれなんですけどもあの まあ私が人事課長をずっとやっておりました時のまあ経験から申し上げましてですね「一喜一憂するな」という言葉をですね若いいい人にお送りしたいと思います昇進昇格が人よりも少し遅れたとかあるいは昇級がですね 人よりも自分は少なかったと将来の支給率も少なかったということで、まあ、いろいろ苦情を言、ねえー、う人もいたんですけども、まあ、私は一き一きするなと、えー、真面目にちゃんと努力していればですね、えー、ちゃんとした落ち着きどころにですね落ち,落ち着くともう人生はあの短いようですけども結構長いもんだというふうなことをですね 言ってたんですけども、どね、まあそういう形でですね、えーうん、まああ,あまりあることに、えー、うろたえたりだとか、えーえー、はさぎはしゃぎすぎたりだとかと、うん、いうことなしに、まあ一気移住するなという言葉をですね、えー、若い人にお送りしたいと、いい言葉ですね。<あ>どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。